日ごとの糧、2023年9月19日、民をどのような時にも神に信頼し、御前に心を注ぎ出せ、神は私たちの酒どころ。詩編62編9節。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされた。ルカによる福音書6章12節。どんな時にも神に信頼し、御前に心を注ぎ出すという作業は、なんだかとても難しいような気がしますけれども、とにかく心を穏やかにして、神様の前に静かに向かい、神様の前に座って、神様からの語りかけを待つという姿勢が作れたら、大きな一歩なのだと思います。私たちは、意外と簡単にこう心を騒がせる、自分で問題にとらわれる、自分で問題を自分の人生の主人公にしてしまうという、あるいは問題に包み込まれてしまうような気持ちになることが多いかもしれません。ですから、それを意識した上で、あえて問題を考えるのではなく、前におられる神様を意識し、問題について訴えるのではなく、自分が神様の前にいる、自分が神様の真正面に座っているということを意識する。自分と神様とを意識するという作業がとても大事なことだと思います。そして問題にとらわれている自分自身を振り返って、この問題を何とかしてくださいということよりもむしろ、この自分の心にお語りくださいと祈ることが大切かもしれません。どうしたらよいでしょうとか、この問題についてどう対処したらいいでしょうかということではなくて、問題や重荷に疲れている私を憐れんでくださいというふうに祈ることって大事だと思うんですよね。それができてから問題を語るというのはいいんだと思うんですけど、それを語る前に問題だけ見てしまうと、自分と問題がこう、なんというか、自分は問題ないけれども、この問題が問題なのだっていうようなイメージになるので、ちょっと違うかなって気がしますね。神様の臨在感が大きくなればなるほど問題は小さく感じられます。神様を酒どころにするというのは、神様の愛の深さ、思いやりの真実さを聖書の言葉や出来事から心に深く思い出して、神様の愛に包まれて生かされている自分を意識させてもらうということとつながっていくんだと思うんですね。自分が大きくなるわけでもなく、強くなるわけでもない、また問題が自然に解消することもないのだと思います。でも、自分と神様との絆の強さや、自分が神様に愛されて生かされているということを本当に深く自覚できるようになってくると、神様の働きの現実味といいますか、神様のもとに身を寄せていられることの安心感を味わうことができるんだと思います。イエス様はよく山に退き、あるいは朝早く起きて、神様と、貴重な時間を、対話の時間を持っておられました。祈りというのは単なる言葉ではなく、対面であり、対話なのだと思います。言葉数が多いというよりも、自分と神様を意識し、自分と神様が対面しているということを意識する時間を、もっともっと私たちは大事にすべきだと思います。そのためには沈黙が必要であり、あるいは本当にこう、意識を集中させるということが必要だと思いますね。言葉を出す前に、本当にこの言葉で十分なのかなというふうに考えることもいいことだと思います。しかし、本当に辛い時、悲しい時というのは、私たちはなかなかそれを言葉にできないですよね。言葉にするとなんか軽くなってしまうような気がする。だから、神様の前に正直な気持ちで静かに座るということができるといいんですね。それで疲れているこの私を神様が包み込んでくださる。そのことを願いながら、例えば主の祈りをゆっくり唱えることができたら、それはきっとまるでカウンセリングを受けた後のような気持ちになることが多いと思います。祈りということ、あるいは祈れるということ。祈りを通して神様と向き合うという作業は非常に大事な心のカウンセリングタイムなのかもしれません。言葉数は少なくていいんだと思いますね。でも神様に愛されていることの実感がもたらされたら、
心が安心できますよね。一人で神様の前に座り、神様を意識する。もしかしたら御言葉をゆっくり思い浮かべながら、一節二節短く詩編を読みながら、神様がここにいてくださるという、そのことに集中するという作業から祈りは始められるべきなのだと思います。多くの場合、聖書が教える祈りというのは決して緊急電話ではないんですよね。緊急電話ではなく、むしろ本当に大事なお方との対話の時間であり、対面の時間なんですね。そう考えながら、この今朝の言葉をしっかり心に留めることができたらと思いますね。民をどのような時にも神に信頼し、見舞いに心を注ぎ出せ。神は私たちの酒どころ。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈って世を明かされた。イエス様でさえと言ったらいいでしょうか。一晩神様の前に座って、本当に様々な出来事と同時に、本当に自分の中に神様との親密な絆を確認なさったんだと思いますね。今日が良い一日になりますように。人